STMicroelectronics が送る STM さんに開発エコシステムによる開発実習第2弾 GPIO 実習編ですマイコンのペリファーラルの基礎となる GPIO のソフトウェア実装体験をしていただきますそれでは始めましょうこの実習では GPIO の割り込み機能を使ったスイッチ入力の判定を実現いたしますまたスイッチ入力に合わせて GPIO の出力を制御し エルチ化を行います使用する機材はニューコレーボードとボードに実装されている青色のボタンのユーザースイッチと図に示すあたりにあります緑色の LED である LD2 を使用しますこの先は実際にツールを動かしながら進めてまいりますので随時画面を切り替えてご説明いたしますビデオですので皆様の都合のよいタイミングで止めたり進めたりしていただければと思います では早速 CubeMX を起動してみましょうスタートメニューをクリックして開いた後 STM32 と入力してみてください CubeMX がスタートメニューに現れましたらそれをクリックして開きますまずはじめに CubeMX のアップデートセッティングの変更を行います。CubeMX のヘルプメニューを表示し、アップデートセッティングを開きます。ポップアップウィンドウの下部にあります、データオートリフレッシュの設定を、オートリフレッシュから一つ上のノーオートリフレッシュに変更します。それでは実際の操作です。変更の理由ですが、 がが起動すす。る際に、が使うファイル等の更新確認を行います毎回更新確認を行うため皆様のインターネット環境を考慮し今回はアップデートの確認を省く設定にして進めますもしインターネットの環境が整っている場合には元に戻してお使いください最新の状態で作業を開始することができますもしインターネットに直接接続されていない 業内ネットワーク等につないでいる場合、プロキシサーバーなどの設定が必要となる場合があります。その場合、先ほど開いたアップデートセッティングウィンドウのコネクションパラメータタブ内にあります設定メニューを使って、設定することで接続することが可能です。設定後、チェックコネクションのボタンをクリックしていただき、緑色のグリーンのマークが表示されていれば OK です。 それでは実際の実習に入ります。CubeMX はプロジェクトをつくにあたって3つのアプローチがあります。1つ目は STM32 デバイスを性能やペリファラル、パッケージの種類等のフィルタ機能を使って選択して始める方法です。2つ目は STMicroelectronics が販売している STM32 評価ボードの中から選択して始める方法です。3つ目は競合他社のデバイスと比較して 似た性能や機能を持つ STM32 デバイスを検索し、選択して始める方法です。今回の GPIO 実習では、一つ目のデバイスを選択して始める方法を使って進めます。CubeMX の初期画面から、ニュープロジェクトにある3つのボタンのうち、一番上の Access to MCU セレクターをクリックし、ポップアップされたウィンドウの左側のフレーム内になります。シリーズは STM32F4O。ラインは、 STM3 に F401 を、パッケージは LQFP64 をそれぞれ選択します。そうしますと、右側のフレームにフィルターによって絞られたデバイスの一覧を見ることができます。その中の STM3 に F401RE をダブルクリックします。デバイスを選択しますと、図のような画面が現れ、QFP64 パッケージの図で示された STM3 に F401RE が見えます。 では実際に操作してデバイスを選択してみましょう。Access to MCU セレクターをクリックしますと、このようにウィンドウが開きまして、シリーズは F4 をですね、クリックします。続いて F401 を探してクリックします。さらにパッケージを QFP ですね、64を選んでいただきますと、デバイスが4つあられます。 ちょっと見えにくいので広げてあげますと一番下に 401RE が見つけられますのでそれをダブルクリックするとこのような画面が開きます次に画面にあります QFP64 パッケージで示されたピンに直接ピンの設定をしていきます今回使うピンは2つです1つ目はボード上の青色のボタンのユーザースイッチにつながっている PC13 と緑色の LED の LD2 につながっている PA5 です PC13 のピンを探してクリックします。すると、ポップアップウィンドが現れ、PC13 に割り当てることができる機能の一覧が現れます。今回 PC13 は割り込み入力として使えますので、一番下の GPIO EXTI13 を選択します。GPIO EXTI ホニャララは GPIO 割り込みの機能を示しています。選択すると PC13 のピンが緑色に変化します。 同様に PA5 のピンを探してクリックします。今回 PA5 は GPIO の出力として使いますので、下から4つ目の GPIO アウトプットを選択します。選択すると PA5 のピンも緑色に変化します。それぞれのピンを再度クリックしますと、選択された機能がハイライトされて確認することができます。それでは実際に操作して設定してみましょう。 PC13 は、えー、左上にありまして、えー、クリックしました。次に PA5 を探すんですが、ちょっと見にくい場合は拡大をすることができます。ずらしたり、拡大したりすることができますので、PA5 をクリックしまして、下から4つ目の GPIO アウトプットを選択して、えー、おきます、えー。この後ですね、PC13 もう一回クリックしますと、この緑を深緑でですね、えー、設定されたのがわかります。えー ピン数が多いデバイスはですね、検索、えー、テキストボックスからですね、PC13 とか、えー、入れてですね、検索することもできます。続いて、クロックの設定をしていきます。画面上部にあります、クロックコンフィグレーションのタブをクリックして開きます。開いた画面では、コアクロックや PLL、ペリファラに必要なクロック等、すべてのクロック設定が GUI 上で行います。 開いた画面の中央寄りに HCLK の設定があります。デフォルトでは 16MHz に設定されていますので、最大周波数の 84MHz に設定します。このクロック機コンフィグレーションの優れているところは、必要に応じて設定したい項目以外の設定も自動的に検討、変更をしてくれる点です。例えば、今回の例ですと、デフォルトでは元クロックとして内蔵の HSI、 ハイスピードインターナルクロックの 16MHz を選択していますが、このままですと 16MHz 以上の HCLK の設定はできません。CubeMX はそれを考慮し、新たなクロックソースの選択を提案します。ユーザーがその提案に同意すると、自動的に PLL を経由した設定に切り替え、目的の周波数になるように設定します。では実際に設定してみましょう。 クロックコンフィグレーションタブをクリックして HLK はこちらですね。16MHz を 84MHz にして Enter を押すと、チェックが始まってポップアップができます。クロックソース変えませんかってやつですね。もともと HSI 経由だったものを OK を押しますと、自動的に PLL 経由の設定に切り替えて 84MHz が使えるようになります。 次に、再度、ピンアウトコンフィグレーションタブに戻り、ピンの詳細設定を行っていきます。画面左端のフレームには、コンフィグレーションカテゴリーが並んでいます。フレーム幅が小さいときには、グレーの境界線をマウスでドラッグすることで、サイズを変えることができます。GPIO はシステムコアのグループに含まれています。システムコアから GPIO を選択すると、GPIO のモードコンフィグレーションウィンドウが開きます。 コンフィグレーションのリストには先に設定した PA5 と PC13 が並んでいます。それぞれクリックして詳細設定を行います。PA5 は GPIO アウトプットの設定ですので、GPIO 初期化時に設定される出力レベルを設定します。設定項目は GPIO アウトプットレベルです。フルダウンメニューからハイを選択します。これは PA5 につながった LED の LD2 がハイアクティブで点灯する回路になっているので、 初期化時に点灯するように設定するためです。次に、PC-13 は GPIO の外部割り込みとして機能させています。割り込みのモードを立ち下がりエッジで割り込みが発生するよう、モードを設定します。設定項目は GPIO モードで External Interrupt Mode with Falling Edge Trigger Detection に設定します。これは PC-13 に接続されているユーザースイッチの一方がグランドに接続されており、 スイッチがローアクティブで動作する回路設計になっているためです。では実際に設定してみます。ピンアウトコンフィレーションタブをクリックして、グレーのところをつまんでちょっと広げてあげます。システムコアの中に GPI モードがありますのでクリックしますと先ほどの PA5 と PC13 が見えます。PA5 は GPI アウトプットレベルをローから範囲に切り替えまして、 PC13 の方は GPIO のモードですね。これをインタラフトモードを変えます。エクスターのインタラフトモードを With Falling Edge Trigger Detection に変えます。次に割り込みに関する詳細設定を行います。STM32 マイコンではこれらの設定を NVIC と呼ばれる割り込みコントロールの中で設定します。ちなみに NVIC は ネス r e d Interrupt c o n コントローラーの略です。NVIC も GPIO と同様システムコアのカテゴリーに属します。システムコアから NVIC を選択するとモードコンフィグレーションウィンドウが開きます。開いたウィンドウ内にはすべての割り込みがリストされています。今回設定する GPI 割り込みは13ですので、リストの下から2番目にあります EXTI Line 1510インタラプトを選択し、 イネーブ e ドにチェックを入れて有効化します。またこの後使用する STM32 ハルドライバーではシスティックを呼び出すものも含まれております。そこでシスティック割り込みを優先させるため、ウィンドウ下部にありますプリエンプションプライオリティを1にセットします。この数字が大きいほど割り込み優先度が低くなり、15が一番低く、0が一番高い優先度となります。 ちなみに GPIO による割り込みのいくつかは内部で論理オアされて一つの割り込みとして動作します。今回の場合 GPIO 外部割り込み13は10から15の6つの GPIO 外部割り込みと共通の割り込みベクターを使って機能します。では実際に操作して設定してみましょう。n ビ i c を選択しまして下から2番目の外部割り込みのところですね。チェックを入れます。 で、えー、プライオリティのレベルを0から1に変えます。ここまでの設定でマイコンの設定は終了です。この後は生成するプロジェクトファイルに関する設定を行っていきます。画面上部にありますプロジェクトマネージャーをクリックして開きます。まずはじめにプロジェクトの名前を設定します。 プロジェクトネームにプロジェクトの名前を設定し、プロジェクトロケーションにはプロジェクトを保存するルートディレクトリを設定します。ここで重要な注意点です。プロジェクト名やプロジェクトを保存するフォルダのパスに全角半角スペース、漢字カナなどの2バイト文字を含めてはいけません。使うツールによってはパスが通らなくなり、プロジェクトをビルドする際にエラーになることが報告されています。 次にコード生成時の詳細設定を行います。画面左側の上から2番目にあります、コードジェネレーターをクリックします。デフォルトではビルドに必要のない全てのファイルをプロジェクトフォルダにコピーする設定になっており、プロジェクトを作るたびに膨大な量のファイルが複製され、PC のストレージを圧迫することになります。そこで最上段設定2番目のコピーオンリーネスサリーライラリファイルズに変更し、不必要なファイルのコピーを防ぎます。 では実際に設定してみましょう。続いて、プロジェクトマネージャーをクリックしまして、プロジェクトの名前を入れます。試しに STM32F401RE GPIO と入れて設定しました。アプリケーションストラクチャーでベーシックアドバンストとかですね、設定ができるんですが、デフォルトのベーシックのままでやります。 でツールチェーンは今回 e w a ー m を使うんですけども、他のツールチェーンを使う方はこちらで切り替えていただくと、コード生成時にそれぞれのツールチェーン ID に合わせたプロジェクトファイルを生成してくれます。でまた、マイコンのですね、スタックやヒープのサイズをここで変更することができます。プロジェクトのメニューに引き継がれるようになっています。 コードジェネレーターをクリックしまして、ここの設定ですね。一番上のデ,デフォルトの設定ですと、コピーするハルドライバーがですね、全部コピーされてしまうので、必要なものだけにします。これで初期化コードを生成する準備がすべて整いました。設定してこなかった細かな内容に関しましては、別途 CubeMX のユーザーマニュアル等をご紹介しますので、 そちらを参考にしていろいろ試してみてください。では画面右上にあります、Generate Code をクリックします。しばらくしてコード生成が完了すると、生成されたプロジェクトファイルを設定したツールチェーンで開くか、フォルダを開くか、一旦終了するかの選択肢を尋ねてきます。EWArm を使って開くので、Open Project をクリックして開きます。では実際にコード生成をして、 プロジェクトファイルを EWRM で開いてみましょう。画面右上のですね、ジェネレートコードこちらになりますが、こちらをクリックしますとコード生成が始まります。で生成が完了しますと、えー、オープンプロジェクト、こちらをクリックしまして、自動的に EWRM も立ち上がるようになっています。無事 EWRM a が起動して、生成されたプロジェクトファイルが開いたでしょうかここで、 念のため、ビルドが通ることを確認します。EWArm のプロジェクトメニューから、すべてを再ビルドを選択し、ビルドします。では、実際にやってみます。EWArm ですね、プロジェクトメニューから、真ん中あたりのすべてを再ビルドをクリックしてビルドします。ビルドが完了しますと、メッセージが出てきます。エラーの合計数とワーニングの合計数が0であることを確認してください。 ここでコードを追加する作業の前に EW-ARM のエディタに行番号が表示されるようあらかじめ設定しておきます EW-ARM のツールメニューからオプションを選び開いたウィンドウのエディタを選びますエディタメニューの右側にいくつかチェックボックスが並んでいますが上から3つ目の行番号の表示にチェックを入れます実際の操作画面です ツールメニューからオプションを選び、ディターの中の行番号の表示ですね。こちらをクリックして OK をします。GPIO 実習では2つのプログラムを実装していきます。1つ目はユーザースイッチが押されたことを割り込みで監視する割り込み処理部で、2つ目はユーザースイッチが押された時に LED をオンオフするメイン関数処理部です。それぞれ詳しく見ていきましょう。 まず割り込み処理です。PC13 を使った割り込みは、詐欺にご説明しました通り、GPIO 外部割り込み10から15と共有しています。なので、割り込みが発生した際、どの割り込みが発生したのか、番号を確認する必要があります。その後、プッシュ度という変数に1を代入し、割り込み処理を終了します。次にメイン関数処理です。 メイン関数内ではマイコンの様々な初期化を行い、2つの GPIO が目的の動作をするように設定します。その後、プッシュ度変数を0に初期化後、割り込み処理によって1が代入されることをループ処理にて監視します。プッシュ度変数が1になった場合、PA5 のピンをトグルし、LE の点灯を切り替えます。続いて、実際のコードを記入する際の重要な注意点をご説明いたします。 CubeMX で生成されたコードには、ユーザーコードビギンとユーザーコードエンドのコメントの記載があり、このコメント文の間にのみユーザーコードを追記することが可能です。このルールに則っ,って追記したユーザーコードは、GPIO の設定等を変えたなどなどをして、再度 CubeMX にてコード生成した場合でも保護されます。逆に、このコメント文の範囲外の部分にユーザーコードを追加したり、 キューブメイクスで自動生成されたコードを編集しますと、再度コードを生成した際に追記したコードは消えてしまい、変更した部分は全て元に戻ってしまいます。なお、ユーザーがこのコメント文を模倣して記入しても、コード再生成時に消えてしまいますので、必ず生成されたコード内のコメント文の間に追記するようお願いいたします。今回追記するのは3箇所です。では実際に、 メインと .c ファイルにコードを追記していきます。お手元の資料からコピーをして入力すると簡単です。まず、次箇所1箇所目です。ユーザーコードを begin0 とユーザーコードを end0 の間に追記していきます。割り込み入力判定のための変数であるプ u s h ドを追記します。行頭のアンダースコアは2つですので気をつけてください。 double underscore io はボラタイル宣言のマクロになっています。次に追記箇所2箇所目です。ユーザーコードを begin さんとユーザーコード end さんの間に記入していきます。プッシュ度変数の初期化と割り込み待ちの無限ループ、LED をトグルする処理を追記します。貼る GPIO トグルピン関数によって設定した GPIO のピンの状態をトグルすることができます。LED のピン、 PA5 をトグルさせたいので、第1引数に GPI ポートの A を表す GPIOA を、第2引数に GPIO のピン番号を表す GPIOPIN5 を設定します。最後に追記箇所3箇所目です。ユーザーコード Begin4 とユーザーコード End4 の間に追記していきます。こちらには割り込みコールバック関数を追記していきます。 こちらの関数は実際の割り込みベクターからコールされる関数から呼ばれており、どの GPIO ピンの割り込みだったのか、GPIO ピン引数に値が渡されています。ですので、追記した関数内でこの番号が GPIO の13番かどうかを確認するのに使うことができます。13番であれば、プッシュ度変数に1を代入して終了します。追記が終わりましたら、プロジェクトメニューの中ほどにあります make を選択してビルドします。ビルド完了後、エラーやワーニングないことを確認します。コピーをせずに追記を行うと、多くの人が追記2箇所目の中弧を消してしまったり、追記する箇所が微妙にずれてしまって、エラーになることがあります。よく確認してください。では実際の画面をご覧ください。お手元の PDF から、えー、コピー。 アンドペーストをしていただくのが一番簡単です。まず次箇所、一箇所目の変数ですね。これをメインドット C、こちらになりますが、開いていただいて、コントロールキーを押しながらですね、マウスのホイール上下にすると、本、え、当、ー、のサイズ変えたりすることができます。拡大表示とかですね。で、こちらユーザーコードを begin0 のところに挿入してきます。 続いて、追記箇所2箇所目のこの部分ですね。PDF からコピペするとですね、スペースがちょっとなくなってしまうので、貼り付ける際にですね、ちょっと追記をしていただく必要が出てきます。ユーザーコードは begin3 ですね。追記するとき、この中括弧に資料を付けてください。こちらに貼り付けた後、インデントを調整するために、 タブとかですね、スペース入れて、えちょっと見てくれを揃えてください。で、この中括をですね、え右側に来ちゃってますけど、開業して、え元々のファイルのところですね、これの中括を消さないようにしてください。で、最後、次箇所3番目は、えユーザーコードビギン4。こちらですね。こちらのコードもスペース等が消えてしまうので、 えー、貼り付けた後にですね、えー、タブとかスペースでインデントの調整をしてください。こちらですね。186行目あたりですね。こちらに、えー、ペーストしていきます。で、見てくれ直すので、タブをちょいちょいと入れまして、えー、で、追記は終了です。 でえー、和書き保存をしていただいて、えー、ぐーっと一通りですね、えー、見ていただいて、えー、その後、プロジェクトメニューの方から、えー、中ほどにあります、メイクをクリックしていただいて、えー、ビルドを行います。こちらですね。そうすると、エラーの合計数、アーニングの合計数が0になっている。こちらを確認してください。 ビルドが完了しましたら、お手元のニュークレーボードを PC と接続します。接続されると、ボード右上にある LD1 が赤色に点灯し、ボード中ほどにある LD3 も赤色に点灯します。では実際にボードに書き込んでデバッグしましょう。プロジェクトメニューからダウンロードしてデバッグを選択し、ボードにデータをダウンロードします。ボードと通信中、LD1 が点滅します。 ダウンロードが完了するとデバッグモードに切り替わります。ボードの LD1 は緑色に点灯します。準備ができましたら実行しましょう。PC のキーボードの F5 キーを押すか、EWA ームのデバッグメニューを開き、一番上の実行をクリックします。正しく動いていれば LD2 が緑色に点灯していると思います。では実際の操作とボードの様子を見てみましょう。 パソコンボードにつなぎました。LD1 が赤色に点灯しているのが見えますでしょうか ?LD3 もですね、赤色に点灯しているのが見えると思います。e w r m のプロジェクトメニューからダウンロードしてデバッグをクリックしていただくと、LD1 が点滅しましてダウンロードが完了しました。完了しますと LD1 は緑色に変わります。その後 e w r m のデバッグから実行をクリックしますと、 LD2 が緑色に点灯します。ボードのスイッチを押していくと、このように LD2 が押すたびに点灯とショートを繰り返しています。では一旦ブレークをしてですね、えー トグルする関数のところにブレイクポイントを貼って動かしてみます。ユーザーボタンを押すと、貼るのトグル関数のところで止まります。ステップオーバーで実行していくと、LED がついていたものが消えて、ファイル分の無限ループで割り込みを待っています。再度実行して、もう一度ユーザーボタンを押すと、 また、再度トグル関数のところで止まります。ブレイクポイントを外して、再度実行します。ユーザーボタンを押すたびに、LD2 が点灯と消灯を繰り返しています。いかがでしたでしょうか CubeMX が生成する初期化コードのおかげで、ユーザーアプリケーションの部分だけを追加することに集中して行うことができました。面倒なピンのモードや初期設定、クロックの分周比などは、すべて CubeMX が自動生成したおかげです。では実際にユーザーアプリケーションに追加した際に使った HAL ドライバーの簡単なご説明をいたします。まず一つ目は、HALGPI をトグルピンです。こちらの第一引数には、 GPIO のポートを指定します。第2機数には GPIO のピン番号を指定します。二つ目は HALGPIO EXTI コールバックです。実際の割り込みベクタ関数からコールされるコールバック関数です。第1機数の値を使うことでどの GPI 番号の割り込みが発生したのか判断ができます。実際のドライバーのソースコードはプロジェクトを保存したフォルダにあるドライバーズディレクトリー内の s t m 3 2 f 4 x x h るドライバーフォルダにあります。ドライバーの使用方法に関しましては、該当のソースコードやヘッダやコメント文、または Web に公開しているユーザーマニュアル1725番 UM1725 にてご確認ください。資料には Web リンクを埋め込んでありますので、クリックして参照してください。 では最後に動いたままのボードを止めてデバッグを終了します。EWARM のデバッグメニューからデバッグの停止を選びデバッグモードを終了します。その後 EWARM も CubeMX も終了させます。実習していただいた感想はいかがでしょうか比較的簡単に動作させることができたかと思います。 STM32 マイコンは各種のソフトウェアが準備されています。次のスライドに STM32 マイコンのインターネットで入手可能な便利なリンクをまとめましたのでご活用ください。これで GPIO 実習編を終了します。続いて URT 実習に入ります。s t m んに開発エコシステムによる開発実習。 ユアート自編を開いてください。